今日は1日3分やっていただくと効果が出るトレーニング方法をお伝えしたいと思います。この方法は話し声や歌声にも役に立ちますし、あと美容と健康にも役立つワークとなっておりますので、ぜひ楽しんで毎日少しずつでも取り組んでいただけたらなと思います。それではどうぞ。それではワークに入る前に少し準備運動をしておこうと思います。それは、この辺りの柔軟ですとか各関節症とかいう言葉も聞いたことあるとは思うんですけれども、そういうね、急に使いすぎてガクッとならないようにね、柔軟をして体の使い方も、脱力しているところから入るとより効果的になりますので、その辺りに、行っていただこうと思います。まずは準備運動なんですけれども、1つ目、あくびの感じを作ります。はあ、みたいな感じですね。はあ、でその上で、肩を一旦脱力する、肩を落とします。はあ、さあ喉の奥が首の状態で開いてる感じと肩が下りて脱力してる感じ、作れましたでしょうか。さあでは、このね、動画の前でも皆さん一緒にやっていただけたらと思いますので、一緒にやってみましょう。ではまずあくびをちょっと無理やりでもいいのでしてみてください。はあ、そして肩の力をこうね、ちょっと寒いので丸まってるかもしれませんけれども、肩の力を思いっきり下げる感じで脱力です。それからいいところに体を持っていきます。丸まりすぎてもダメですし、反りすぎてもダメです。ちょうどいいところにね、体の、上に顔、首がちゃんと乗ってる感じのところが一番いいところです。さあそこまでの準備が整いましたら、早速ワークに入っていきましょう。それでは、息のワークをしていくわけなんですけれども、その勢いが目で見えた方がいいので、少し今回は、ティッシュを使います。ティッシュじゃなくても、薄い布とかでも全然結構ですけれども、これが動くように勢いよく息を、前に前に出していただきたいんですけれども、少しやってみますね。こんな感じです。この時の注意点といたしまして、さっきあくびでほーっと喉の奥を開けましたね。その喉の奥の感じは、そのままでやっていただきたいです。あと、肩も怒りすぎず、ちゃんと脱力して下ろした地点から、息をね、前にこんな感じです。するとどういうことが起こっているかというと、自分の体が筒としてしっかり、開いています。そこを、風が通って、風の勢いで揺らしておりますので、腹式呼吸が使えておりまして、たくさんのパワーを使っております。まずはそのワークです。それでは一緒にやってみましょう。さあそれでは、ちょっとお見本を見せたいと思いますので、その後私と一緒にやってみてください。喉の奥は、あくびのあーっと開いたまま、肩は落としたまま、ちゃんと、体の中の管を通した上でたくさんの空気を使ってください。いきまーす。
こんな感じです。6回ふっふっふっと吐いてもらって、2拍で息を吸います。それでは、私と一緒に皆さんもやってみましょう。いきますね。そしてまた感じです。それではもう一つワークをしたいと思います。今度は、口を、ね、横に大きく開いた感じ、口角をこう上げていきます。そしてできれば前歯も見せてください。こんな感じですね。でも喉の奥はあくびの感じで開いてる感じですね。こんな感じですよ。で、この状態で息の方向は今度は前ではなくて、この下、歯の前歯の後ろぐらいからこう下に落ちるような感じで、スーと音を出して吐いてください。ちょっとやってみますよ。さあ、息の方向がどういう風にあるか、下の方に落としますので、ティッシュはほぼ動かない状況だと思います。ちょっとやってみますね。この状況で、先ほどと同じように、リズムをつけて一緒に5セットやってみたいと思います。それでは、レッツトライ。それでは、一緒にトライしてみましょう。では、まず口角をキュッと上に上げます。上がらない方は手で上げてください。前歯もできるだけ見せるようにします。そして、息の方向は下に、スッと音がするように、吐いていきます。こんな感じですよ。では準備はできましたでしょうか。いきますね。 6拍吐いて2拍で息継ぎをして、また、それをね繰り返して5セットいきます。では準備はいいでしょうか。いきますね。1、2、3、4。
んな感じです。急にね呼吸を、たくさん使うので、呼吸をたくさんするので、クラクラっとしてしまった場合は、少しお休みになってもらって、お水を飲んでいただいて、ゆったり、座っていただいて結構ですのでね、そのあたりだけ気をつけてください。慣れるとクラクラもしなくなってきますけれども、そのあたりだけぜひお気をつけください。今日は歌声にも話し声にも効く、簡単な、トレーニング方法を、皆さんと一緒に、させていただきました。どんどんねこれを使って、お声を磨いていっていただけたらと思うんですけれども、私始めた時よりも今の方がスルスルスルと言葉が、前に出るようになっています。少しこういったことをするだけでも、全然違ってきます。ね、インナーマッスルも鍛えられますし、腹筋、背筋も鍛えられます。そして一緒に表情筋も鍛えましたし、いいことずくめです。美容と健康にとっても役に立つ、このワークは、いろんな方にねやっていただけたらと思います。それではまたお会いいたしましょう。ぜひ一緒にやってみてください。